と質問です。今、時間があるので、あれ、今時間があるのでギターを始めかなと思ってます。でもよくわかりません。初心者におすすめのギターを教えてください。なるほど、いいね。これを機会にギターを始める、いいことですね。じゃちょっと簡単に教えようか。じゃあね、ギターってどんなになってるか、ボンダーン、ちょっといいですか。こんな感じ。これがまずアコギと言います。ボンちゃんギター怖い。これはアコギと言って、アコースティックギターはまあこんな感じで素敵な音色が売りですね。あとはもうこれはいろんな弾き方あるけどね、エレキのように弾くこともできます。何の曲だか分かります？しちゃった。ボンちゃん音にあんま慣れてないからね。ボンちゃん、トラちゃんは音に慣れてるんですけどね。びっくりしちゃった。これギターだよどうした撮ったの。はい、このように、アコギはどちらかというと、まあオールマイティー、まあエレキのように弾くこともできる。ただ、一つだけエレキのソロのようにこういうソロを取るのにはちょっと向きません。向かないのね。だけども歌歌ったりね、例えば不動明様今日も元気に行きましょうに、不動明様今日も元気に行きましょうね、行きましょうね。こんな感じで歌が好きな人はアコギのいいね、絶対。で、アコギである程度コード進行を覚えたら、まあエレキの場合はこんな感じ。エレキは単体では音は出ません。ちっちゃくしか出ない。エレキはまあとりあえず、まあ基本バンドでやる場合の方が多いかな。で、弾き方はさっきのようなジャガジャガというよりもこのリズムカッティングね。あとは、コードカッティングの場合はさっきと同じですね。これをアンプ通すと歪んだ音でなるわけだね。はい、あとはもうエレキはこのエレキのソロというかっこよくこうソロと、ただまあここまで行く人はなかなかいないので、ソロはまあ
その一歩一歩こう弾きながらこうやるやつなんだけど、ただこれはバンドとか、あんまりこうバンド組まないと一人でやってても面白くない、はい、なので、あとはまあ薄いのでちょっとかっちょいいみたいな、このエレキギターはちょっと特注なのであんま売ってないですけど、はい普段なんていうかな、いろんな形のがこう、エレキギターはいろんなバリエーションがあって、ですね、はい、ただアンプとかそういう他のものは必要だ。でエレキギターの方は弦が柔らかいのでちょっと弾きやすい始めね。ただ、おすすめはアコギをやっとけばエレキギターも弾けるようになってます、自然にね。そうかな、こんな感じ。誰かな、初心者におすすめのギターは、まずは、値段は2万円以上の買ってください。最低でも2万円以上の買わないと、チューニングが安定しないので、チューニングを安定させるために、まあ、できれば3、4万ぐらいの方がいいと思うんだけどね、最初はね。で、その後、もう上手くなったら、また買い替えやればいいと思いますね。最初からもう5万も10万ものはいらないと思うんだけどね。